フィモーラ。こんにちは、フィモーラのハイジです。今回はフィモーラ Mac 版で動画や写真をトリミング、回転、クロップなどを使って編集する方法を説明します。使いたい動画、画像、音楽がメディアライブラリにインポートしてあればすぐに編集を開始できます。タイムラインにドラッグ&ドロップした動画クリップを選択し、青くハイライトされるとこの動画クリップの編集ができることを示します。タイムライン上の右にあるこのアイコンは基本調整ツールです。このツールでコントラスト、回転、再生速度など動画、写真の基本的な調整ができます。他にも逆再生やオーディオ調整などいろいろな編集がこのツールからできます。ハサミの形をしたアイコンは分割ツールです。このツールを使えば欲しいシーンだけを切り取ることができます。クリップの端のカーソルを引っ張ってトリミングすることもできます。間違ってトリミングしすぎた場合もご心配なく、クリップの端を引っ張って調整できます。タイムラインにあるクリップはサイズ調整することもできます。クロップボタンをクリックするとウィンドウが表示されるので、手動16対9または4対3でクロップしましょう。今回はこれで終わりです。次回はフィモーラで音楽を編集する方法を紹介します。お楽しみに。